まあ、腰痛でこうマッサージしていたりとか、あとは自分で何かしらストレッチをしている、それは間違いなので今すぐやめてください。でこの状態、閉じた状態で膝をぐーっと自分の胸の方に上げていく。ただこれだけですね。はい、松田圭太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、反り腰腰痛を根本的に撃退する方法、これを紹介していきたいと思います。でもしあなたが反り腰の治療で、まあ、腰痛でこうマッサージしていたりとか、あとは自分で何かしらストレッチをしている、それは間違いなので今すぐやめてください。でなぜかというと、反り腰の腰痛っていうのは基本的にこの骨盤が後ろに引けてる、まあ、いわゆるでっちりですね、お尻が出っ張ってる状態がすごく原因になってます。でイメージ言うとこういう風にまっすぐ立ってる状態で、腰が反るってこんな状態ですね。でもまっすぐの状態で腰反ったら上を向きます。そんなことはないんですね。何をしてるかっていうと、骨盤が後ろに引けてる、まあ、お尻が引けてる状態ですね。で股関節が曲がってる状態なので、この状態になると前に倒れていくんですね。でも顔が上げないといけない、上げないといけない、で結果的に腰が反ってる状態になります。なのでこれは結果として腰が張ってる状態、反ってる状態なので、ここの部分にマッサージをすると逆に痛みが出ちゃうんですね。なので何をするかっていうと、この後ろに行ってる股関節を前に持っていくっていうことをすると、根本的に反り腰の腰痛が改善できます。なのでまずはね、今日はその実際のストレッチ方法を紹介して、その後に実際にですね、それなぜ治るのかっていう話をねしていきます。じゃあまずは実際ストレッチやっていきましょう。はい、じゃあですね、実際にストレッチ方法をやっていきます。でまずはですね、皆さん上向きで寝ていただきますね。上向きで寝ていただいた状態で、結局お尻が後ろに引けてるということは、前の筋肉が緩んでしまってて、こういうふうに後ろにギュッと持っていかれてるので、このお腹のですね、下腹部ですね、特に女性は非常に力が入りにくいです。この部分を力を入れていくことによって、双半神経抑制ですね、前の筋肉が使われると後ろの筋肉が緩むですね、前の筋肉が緩む、使っていると後ろの筋肉が緩む、逆に後ろの筋肉使うと前の筋肉緩む、これはですね、双半神経抑制、これを使った歴史としたですね、科学的な治療方法をやってきます。なので後ろが張っているのであれば、前側を鍛えていくっていう意味ですね。でまずやり方としては、足こういう風に立てていただきます。この状態から足首を上に上げます。でこの時大事なのは両足つけておくことですね。両足こういう風につけておいてください。でこの状態で足首をまず上げます。次に太もも、まあ、膝を閉じます。グッと閉じます。そうするとこれだけでですね、結構下腹部のところに力がグッと入りますね。足首をグッと上げていくと下腹部に力が入ります。でこの状態、閉じた状態で膝をグーッと自分の胸の方に上げていく。ただこれだけですね。そうすると下腹部のところに力が入ります。で入りにくい人はイメージとして、お尻の穴が天井の方に向くようなイメージですね。でグッと力を入れるとお腹のところに力が入ります。で力が入った状態で7秒間キープです。1、2、3、4、5、6、7、はい、力抜いて、この時に肩が上がってしまったり、顎が上がってしまうっていうのはダメなので、上半身はリラックスした状態で膝を閉じる、足首を上げる、これで膝を胸の方に持ってくる。ただこれだけですね。で下腹部に力が入っているのを確認する。もし入ってなかったらお尻に上に向かせる状態、もしくは膝をですね、軽く持って自分の胸に近づけるイメージでやってください。で力が入って、お腹に力が入ったら7秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、はい、力抜いて、これをだいたい5回ほどやりましょう。あと3回あるので一緒にやっていきましょう。膝を閉じます。足首を上げます。胸の方に近づいてきて、グッと力できない人は持っていきましょう。はい、力が入ったら7秒間、1、2、3、4、5、6、はい、力抜いて、もう一回いきます。膝を閉じます。足首を上げます。この状態でぐっと膝の方、膝を胸の方に持ってきます。7秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、力抜いて、最後いきましょう。膝を閉じます。足首上げます。もう一回ぐっとお腹を、胸の方に膝を持ってきます。はい、7秒キープ。1、
1、2、3、4、5、6、7、はい、力を抜きます。で、この状態で終了、ゆっくり起きていただいて、この状態で軽く足踏みしてもらったりとか腰を動かしてもらうと、いつもより軽く動きやすく感じるんじゃないでしょうか。じゃあなぜこれが起きるのかっていう話をね、今からしていきます。はい、ストレッチどうだったでしょうか。実際ですね、何が起きたのかって話をすると、今ですね、この骨盤でいうとこの前側にある腹筋ですね、腹筋の下部繊維、まあ上部中下部ね、シックスパックとか言うじゃないですか、エイトパックとか言いますけども、これね、腹筋っていうのは上と真ん中と下の方ってあって、下の方っていうのはこう、あの、なんていうかな、骨盤を上に持ち上げるっていう筋肉があるんですね。前に持っていくっていう筋肉があります。なのでこれがしっかり入ってくると、さっき言ったみたいにでっちりの状態が前に持っていかれるんですね。なのでこう、今そのこういう反り腰っていうのは、腰が後ろに、骨盤を後ろに持ってかれてるって話しましたけど、これを前にグーッと持ってくる、そして後ろで張ってる筋肉を緩めてくれる、ね、相反神経のせいで緩めてくれるって状態になります。なのでこの下腹部ね、ただ腹筋を入れると結構上部繊維は入る方が多いんですけど、下部繊維って結構入んないんですよ。特に女性は子宮があったりとかして下腹部ね、力入れない方多いんですよ。だからぽっこりお腹とかね、なっちゃう人もいるので、この部分をしっかり収縮させるってことをしてあげると、逆にこっちの方が緩んでくるね、勝手に緩んできて、あ、痛みがなくなった、楽に動けるようになったってことがあります。なので、朝起きた時の腰痛だったりとかも結構朝ガチガチになってるので、朝起きた時の腰痛とかも今のストレッチすごくいいです。あとは反り腰の方で歩きすぎると腰が痛くなってくるってパターンの人も非常にいいですね。あとは女性だとヒールを履きますよね。ヒールを履くとどうしても骨盤が後ろにこういう風になってしまう方が多いですね。こういう風な姿勢になってしまう方が多いので、ヒール履いてる方とかでも結構この部分ですね、下腹部、のところを鍛えてあげると結構腰痛なくなってきたりとか、外反母趾が結構楽になりましたっていう患者さん結構いますので、まあ、ぜひですね、この下腹部を鍛えていって反り腰をなくしていく、ね、朝の腰痛だったりとかヘルニアだったりとか腰の痛み、ね、長年治らない、ね、痛みだったりとか、あとはハイヒール履いてる時とかの痛み、ね、こういうもの結構いろんなものに使えますので、まあ、ぜひですね、皆さんこの下腹部の、ね、トレーニング入れて反り腰の腰痛を根本的に改善していただければなというふうに思います。はい、ということでね、今日はこれで終わりますけど、今日の話よかったらぜひですね、高評価必ずお願いします。あとはチャンネル登録してもらって、あとは私の励みになりますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。今日の動画ご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。